皆様ごきげんよう、カラスマアリスです。今回は高身長ロリータさんにおすすめなブランドを4つピックアップしてご紹介いたします。イノセントワールド、着丈90cm 前後のノーマル丈のほか、100cm 以上の長めの丈の展開も多く、高身長ロリータさんにもおすすめなブランドです。丈の長いペチコートやドロワーズが販売されていることがあるので、こちらも合わせてチェックしてみましょう。参考までに身長170センチくらいの方がイノセントワールドの着丈の長いお洋服を着るとちょうど膝丈くらいになるようですよ。ビクトリアンメイデン、着丈90センチメートル前後から長めのもので110センチ以上の丈感のお洋服もあり、こちらも高身長ロリータさんにおすすめなブランドです。定番アイテムなどが再販される際に長めの丈の展開で販売されることもあるので、古着などを探す際は同じアイテムでも丈感の長いものが出ていないかチェックしてみましょう。シェグリット、こちらも着丈110センチ以上のアイテムの商品展開が多いブランドさんです。取扱店も多く、再販や予約などで供給が安定しているので、欲しいアイテムが手に入りやすいおすすめのブランドさんです。クラシカル系からゴシック系まで対応可能なエレガントなデザインのお洋服をぜひ高身長ロリータさんに着こなしていただきたい、そんな素敵なブランドさんです。トリプルフォーチュン、着丈120センチ以上のお洋服の商品展開もあり、身幅も融通が効くものが多いので、高身長ロリータさんの最後の砦と言っても過言ではないブランドさんです。お茶会イベントなどを精力的に開催されていらっしゃるので、機会があれば参加してみるといいでしょう。高身長すぎてここのお洋服が合わなかったら、もうロリータ服はオーダーメイドするしかないかもしれませんね。身長にもよりますが、高身長さんはワンピースやジャンパースカートなら着丈100センチ以上を目安に、スカートならジャストウエストからスカート丈70センチ以上を目安にお洋服を選ぶと失敗が少ない印象です。ちょっとスカート丈が短めになってしまう場合は、パニエのボリュームを少し控えめにしてみたり、裾にフリルやレースなどの装飾のある丈の長いペチコートやロングドロワーズでカバーするのがおすすめですよ。今回の動画では現行アイテムが多いグラロリブランドさんを中心にご紹介しましたが、例えばアマロリブランドのベイビーさんなどから長めの丈のお洋服が出ていることもこまめにチェックしてみましょう。現行アイテムが出ていないときは古着屋さんやフリマアプリで探してみるといいでしょう。ツイッターのハッシュタグ高身長ロリータでご自身の身長に近い方のコーデを参考にしてみてもいいでしょう。このチャンネルではロリータファッションに興味のある方に向けたわかりやすい解説動画を更新しています。この動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録、高評価をお忘れなく。以上、カラスマアリスがお伝えいたしました。